どうも、お疲れ様です。今日もモッピーで3万円ぐらいね、稼いでいきましょうということなんですけども、今回はね、モデルルームの見学でしっかり稼げる案件なんですけども、ちょっとやばいぞということなんですよ。もうすぐ終わるかもしれないっていうことになります。というのがね、えっ、ー、と、今ご覧いただいている赤丸の中で、持ち家計画っていうところがあります。えっ、ー、と、どっちかというと左側の方ですね。こちらの方ね、一つのモデルルームを見ると、まあ、6500円だったんですよ、前回。 それで申し込みを2件3件4件と複数やったらかける6500円の件数だったんですけどもなんと今ね5000円に下がっちゃったんですよこの1週間でということは予算がだいぶ削られてきたんでもうすぐ終わるかもしれないなと思いますぜひねこれ申し込みをここの持ち家計画の一つのサイトで 一回通り申し込んで五千でしょ二回目申し込んで五千でしょ三回目申し込んで一万五千ってことになるんで、得なうちにね、まだあるうちにやってもらいたいなと思います。それで、地区によってはね、これ三軒とか四軒とか五軒とか申し込めると思いますし、まあ、どんなに悪い地区でも一軒しかないモデルルームってないと思いますんでね。まあ、そこそこが見込めるんではないかなと思います。そしてもう一つの方ね、もう一つの方もご覧いただけると思いますけども、モデルハウス見学の おオンネラっていうところですね。こちらはまあ一回通りしかできないんですけども5000円ですよね。この二つの案件で、えー、おそらくね、3万円ぐらいは狙えると思いますので、えー、日本全国、どちらにでもね、このモデルルームってのはあると思いますんで、えー、地域のモデルルーム、モデルハウスにあの申し込みいただいてね、モッピーから申し込んでいただいて、で、えー、来場して、来場すると結構楽しいですからね。 30分なり1時間なり1件あたり過ごしていただいて、最後アンケートを書いて帰るっていう感じですか。まあ、モデルルームの見学ってのは本当ね、遊園地気分で楽しめますんで、半日なり1日、しっかりとそこで、えいい時間を過ごせるんじゃないかなと思います。えー、ゴールデンウィーク終わってね、また5月、まだまだ時間があると思いますので、まあ、土日を中心に。まあ、そして平日もやってますけども、多分モデルルームとかモデルハウスって、週に1回ぐらい休みの日があると思うんですよ。 ま、ですのでね、その日を避けていくようにしてみてください。え、それでは今回のお得情報は以上です。まだモッピーのアカウントを作ってない方は動画概要欄に、え、情報を作っておきますので、そちらの方から、あぜひね、モッピーの方をお申し込みください。そして最初からポイントが欲しい方は、紹介コードも付けておきますので、紹介コード込みでモッピーのアカウントを作っていただければ、最初からポイント、つまり現金が入った状態になってきます。それでは。